なんか電力料金が2倍になったなんてね、寒いところはですね、暖房しないと死んじゃうんで、1ヶ月の電力料金が10万円超えちゃった、ウクライナの戦争ですね。ハロー YouTube、最近のですね、電力料金の値上げについて、どういう原因で値上げされているのか解説していきたいと思っております。まずですね、今回のね、電力料金が2倍になったなんてね、2倍とか3倍になって大変な、特にね、オール電化ってね、電力会社の CM に載せられて、ついついオール電化しちゃったところなんかはもう悲惨だし、北海道とか東北とかですね、寒いところはですね、暖房しないと死んじゃうんで、もう背に腹は変えられませんと。ほんとね、1ヶ月の電力料金が10万円超えちゃったなんていうところもね、あったりするみたいなんですけれども、どうしてそういったことが起こってるかっていうと、これはもう明らかにウクライナの戦争ですね。それによって、ガスプロムというですね、ロシアからヨーロッパに、天然ガスを送ってたパイプライン、これがですね、2つあったんですけれども、両方ともですね、止められてしまうというような現状になりまして、他のところから天然ガス及びですね、原油を輸入して火力発電所を動かさなければいけないということで、ドイツなんかはね、福島第一原発の事故を受けて、脱原発なんてね、勢いよく話してましたけども、僕はね、ずっとあの頃から電力のベストミックスでベース電力として原子力ってのは絶対必要だよと。僕はね、福島第一原発が起きた直後からずっと言ってまして。そしたらさ、民主党の人とかさ、小泉前首相とかさ、世論の大半が原発は危険だからやめろみたいなことをね、言ってましたが、お前そんなことしたらさ、戦争が起こるかどうかわかりませんけれども、エネルギーのベストミックスっていうのは、どんなところで紛争とか湾岸戦争だって起きたじゃないですか。中東もね、何回も戦争起きてますよ。原油だったりとか天然ガスだったり、こういったものが手に入らないくなる事態っていうのも十分考えられる。しかしながらウランというのは少量でですね、しかもオーストラリアとかですね、カナダとかですね、政情が安定している、比較的安定している国からも取れると。もちろんロシアでも取れるんですけれども、ロシアに依存しなくていいというのは非常に大きなところであります。日本も結局、サハリン1、2で、継続してね、欧州、欧米はですね、ロシアに対して経済制裁言ってますけれども、頑張ってですね、日本は独自路線を行くということで、つかず離れずで、サハリンのですね、天然ガスもですね、確保している状態にあります。まあ、それでもですね、やはりヨーロッパがですね、もう天然ガス依存みたいな感じになっちゃってるので、今のような事態が引き起こされているというのが現状でしょう。日本も当然ながらですね、福島第一原発と、同じタイプのですね、原子炉はですね、まだ、原発再稼働に至っておりません。BWR 方式ですね、と PWR と、こう、二つの方式があるんですけれども、福島第一原発と同じ型の、原発は、未だですね、再審査通っておりませんので、一部の原子力発電所、九州電力だったりとかですね、本当に一部の原子力発電所、しかですね、再稼働に至っておりませんので、電力料金が、火力発電所だったり、のですね、割合が非常に大きくなってるということで電力料金上がってきたと。僕は、あれですよ。第四世代の原発とか、そっちの方のところに逆張りすべきだと僕は思いますけどね、どっちかっていうと。原発がね、僕はダメだと思うのは、僕はね、基本的に今の原発に関しては、3.11 以後、何言ってたかというと、即全部再稼働しろと。もったいないし。どんどんこれ老朽化していくばっかりだから使うんなら早く使えと。ただし限度を考えろと。限度はやっぱり現状における使用後の核燃料の保存容器がいっぱいになった段階で新増設はもう無理だから国策的に。そこが上限なんで。でやっぱり使用済み核燃料ってどこまで行ったって超危険物だから。それ国民感情も含めた処理費用を考えた時にとてもじゃないけど小型の安全な原発であろうとなんだろうとペイしない、うん、僕はでも単純に国民感情だけだと思いますよ、うん、どうやって国民感情っていうのも最大コストだから、うん、でもそこをどういうふうに考えるかですよね、うんうん、いやだからその使用済み核燃料どうするかって話なんです、うん、要は使用済み核燃料なんか本当は海洋投棄ですよ、うん、だからそれはもうもちろん世論が許さないっていうふうな話をされたらもうそれで終わりなんだけど、うん、日本海溝に埋めるのが一番いいっすよ、うん、沈めるのが、ね、本当はね、海洋投棄で何の問題もないんですけどね、うんうんうん、ということで行ってらっしゃい。ベース電力として原子力って絶対必要だよ。